はい、ありがとうございます。先ほどの動画では三上さんが今何をしているのかっていう部分も含めて、はい、まあ、海外の旅行も一緒にね、まあ、いろんなところを見に行かれてたっていう部分もお話しいただいたんですけど、この動画では今アルマっていうところの代表をされてるっていうところもお聞きしたので、はいはい、まあ、その部分の説明をいただこうかなと思ってるんですけど、はい、実際改めてその団体名とどうやって設立したかみたいなところってお聞きしてもいいですか。はいはい、アルマはいつか行ってみたい南米のペルーにあるアタカマ砂漠っていうところにアルマ展望台っていうのがあるんですけど、まさかのそこだと。そこは世界で一番星が綺麗に見える場所で、どの国でも宇宙だったりとか空はつながってるっていうところでアルマっていうところを取ったのと、はい、まあ、両親が私に与えてくれたものを単語で頭文字を取っていったらアルマっていう形になったんですけど、はい、その2つが掛け合わさってそれになってるってことですね。ちなみにそのアルマっていうのは今は任意団体みたいな形なんですか。はい、そうですね、今はコロナになってしまって法人化にするのを、まあ、活動に自粛がかかってしまうっていうところでは今は任意団体でおります。はい、なるほど。実際いつから設立されたんですか。2019年からなので、はいはいはい、今3年くらいですか。3年目ぐらい、はい、実際そこでは何をされてらっしゃるんですか。はい、個人の支援と女性の自立支援をしたいっていうところでは、女性が専業主婦だったり、まあ、お仕事されてる方でもいろんな技術を持ってる方がいてとか資格を持ってる方たちが講師となってワークショップを開いたりとか、あとは今までしてた仕事の延長上で子育ての支援の相談事業をお聞きしたあのお金をそういうこう寄付に回すっていうような活動をしております。なるほど。実際それの対象は日本ですか、はい、それともなんか海外でもやってらっしゃるんですか。本当はカンボジアで個人の卒業した子たちがそこで観光客を相手にお仕事として成り立つといいなって思っていたんですが、ちょっとコロナでそこが私自身が渡航できなくなってしまったっていうのもあるので、いつかそこは叶えたいなとは思っているんですが、今は活動は日本で。なるほど。じゃあ日本で女性の自立支援みたいなところもやりつつ、産後サポートみたいなのもしてるんですか。産後のサポートっていうところではお母さんたちに寄り添ったりとか、それぞれの背景を抱えて育ってきたお母さんたちが子供を育てるときに、みんながみんな家族に頼れるばかりではないっていうところでは、そんなちょっとした子育ての相談だったりとかっていうのを受けたりもしてますね。実際子育ての相談とか、はい、今アルマに問い合わせとか来られてる場合って、うんうん、はい、どういう問い合わせが多いんですか。ご飯を食べないとか、離乳食を食べないとか例えば泣き叫んじゃうとか、どうしていいかわからないとか、誰にそもそも相談したらいいかわからないとか、うんうんうん、あとは、まあ、お母さん自身が疲れ切ってしまって、うん、どうしたらいいかわからないっていうような時に、どこに相談していいかわからないので、うんうん、っていうのでまずいらっしゃる方が多いですね。ああ、そうなんですね。実際そういう場合ってどういうふうにフォローとか対応されるんですか。うん、一緒にお子さんも連れてきた場合は、お子さんと一緒にも遊びながらお母さんの話をまずゆっくりお話を伺うってとこですね。で、話す中でお母さんが自分でこうかもしれないとか、こういうふうにやったらうまくいくかもって自分自身で解決されていく方もいますし、こちらが知ってる情報を何か教えるっていうよりかは一緒に考えていくっていう感じですね。なるほど。確かに子供一人一人で対応の仕方も多分違いますよね。そうですね。なるほどな。それすごい、なんか僕が今逆の立場になった時にすごいハードル高いなっていうところと、多分自分ごととして捉えられてると思うんで、そこすごい大変なんだろうなっていうイメージがあるんですけど、それって1回でも解消しないじゃないですか。そうですね。あ、じゃあもう複数何回か来たり、そうですね、いらっしゃる中で変わっていったり、お子さんが成長していったりっていう感じですね。うんうんうん、なるほど。2019年からされていて、はい、一番印象に残ってることとかありますか。アルマの出来事の中で、お子さんを育てるのがしんどくって、うん、手放したいほどしんどかった方が、毎月定期的に通ってくる中でお子さんの成長を一緒に楽しめるようになってきてるご家族を見ると、うん、日々悩み事は変わるんですけど、うん、お子さんのことを受け入れて自分が親と
として何ができるかって考えていくようになってる姿を見たりとか、すごいですね。お子さんもご両親にすごく頼って成長してる姿を見ると、はいはい、とても嬉しくなりますね、いや確かにな。それもともと手放したいって思っちゃった理由は大変すぎてってことなんですか？実はその方は産む前から悩んでいらして、本当に里親さんに子供をお願いしたいっていうぐらい、産むか産まないかぐらいのところからずっと悩んでた方なんですけど、そのお母さんにこちらがこうした方がいいってことは一切なくって、でも最終的にお母さんが自分で産んでみる、実際にその方とは出産の時も近くにいさせていただいて、すごいですね。抱っこするの嫌だって最初言ってたんですけど、こういう風にしたら抱っこできるかもよなんて言ってくるんでもらって、赤ちゃんって感覚がないぐらいタオルにくるまれるとモコモコしてるじゃないですか、それで実際お母さんも抱っこできたっていうような感じの方で、その子は3歳ぐらいになってますけど、はい、あ、じゃあもうだんだんそのスタンスが変わってきたってことなんですね。そうですね。ちなみに三上さんは週に何回やってるんですか？今大学病院でも働かれてるんですよね。平日は大学病院でいつか働いて、土日もきつきつにならない程度にご相談を受けてるっていう感じですね。そうなんだ、はい、じゃあそこはとかの会場にお越しいただいてみたいな、アルマの事務所に来ていただいてっていうので、糸掛けとか宝石石鹸作りとか、そういう楽しいワークショップもあるので、私もそこに一緒に参加して息抜きにもなりますし、ちなみに糸掛け、それって何ですか？糸掛けは、いろんな綺麗な糸を釘打ったところにこうかけていくんですけど、心のヨガって言われていて、待って、どういうことやそれ。釘が打ってあります、糸をかけて絵ができてくる。あ、分かった。なんかこう繋がっていくみたいな感じなんですね。お花の形になったりとか。そんなのあるの？そうなんです。それは釘を打つ場所でそうなるんですか？そうですね、なんか数学的な考えらしくて、私には全く分からないんですけどでも、なるほどね、無心になってやるのはすごく楽しいです、それはやり方を教えてくれるんですか？そうです。他で働いてる方が講師の資格をお持ちで、その先生がワークショップを開いてくださることで、寄付にも回りますし、先生もお題をいただくことで女性としての自立していく一歩っていうところでは、そういったところで糸掛けを。そうなんですね、じゃあアルマの事務所ではそういったワークショップもされてると、そうですね、でそこは講師の方をお呼びして、実際それのワークショップをしてもらうみたいな感じですね、だから三上さんが持ってない技術も講師をお呼びすれば、そこの場所だけ提供できれば参加できるし、そうですね、なので支援をしたいって言ってお金を支払うというよりかは、楽しんだ時間を寄付に回せるし、っていう感じにしてます、あ、面白い、そういうことをやってらっしゃるんですね、ちなみにその寄付っていうのは、今行けてないんですけど、今後なんかカンボジアのところで還元するっていう形を想定されてるんですか？そうですね、途上国は意外と学校に通うときに制服が必要だったりとか、勉強の道具だったりとかっていうのでは、そういうのが本当に生活に必要なものを子どもたちが心配なくできるようにお手伝いしたいなっていうのと、卒園した子たちがお店をそうやって開いて、それを収入として生活ができるといいなっていう思いはあります、なるほど、そういった技術を学んで、その技術をカンボジアの中で広めてもらうとか。そうですね、あ、なるほどな、面白いですね。じゃあちょっと今後の展望も聞いてみたいんですけど、アルマとしての今後の展望と、三上さん自身としての今後の展望をちょっと両方聞いてみたいなと思って、まずアルマとしての今後の展望って何かありますか？一番はカンボジアとエチオピアの子どもたちに、大きな団体ではないので一回に何か大きなものを何かするっていうよりかは、細く長く継続して支援をし続けるっていうのが一つ、なるほど、っていうところと、カンボジアではまず個人の卒園生の子たちがお勉強ができなかったりとか、いろんなことができないと、本当にお嫁に行った先でも本当に一労働者としての苦労をするお話をたくさん伺って、できたら女性として自分たちが自立して生活ができるといいなっていうところでは、そういったワークショップみたいな観光客向けのものができたらなっては思ってます。なるほど、はい、三上さんとしてはどうですか？そういう活動が継続できることと、もう一つはもっともっと日本も世界でも精神医療がもっともっと身近で気軽に行ける場所であると、しんどくなって仕事を辞めないと行けなくなるっていうと回復するのに時間がかかるので、そうなる前にもっともっと気軽に相談できるところがあったりとか、そういったところをもうちょっとこう展開できるといいなって思ってます。なるほどですね、ありがとうございます。ちょっと最後に1点だけ、三上さんっていうのは保育士さんとしては変わったロールモデルだと僕は思ってるんですなかなか保育士さんで海外にずっと行ってる方と
か、うん、医療の現場っていうところに入り込んでいく保育士さんって、はい、なかなかいらっしゃらないのかなと思っていて、はい、今後保育士さんになろうと思ってるけど、うん、でもさすがにちょっと海外とかはハードル高いなと思ってる人たちに一つアドバイスするとしたら何ですかね、うんうん、いろんなことに興味関心を持つことっていうんですかね、うん、あそういうことですね、はいはい、それは本当に全然関係ない分野でも、うん、そこから学ぶことってたくさんありますし、うん、私もその時その時興味があることに調べたり行ってみたりする中で、うん、実は仕事にすごくつながってって、うん、こればっかりやっててもダメなのかなと思った時期が、うん、いつからか点と点がつながって線になってきて、うん、それが太い線に変わってきたなって実感できた時期があって、うん、なるほどですね、っていうところでは子どもの分野だけを学ぶとか、うん、これだけっていうよりかはいろんなことに興味関心を持って生活するのがいいんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。今日はですね、国際協力の中でも女性の自立支援であったりだとか、うん、個人とかお子さんへの支援っていうところをされていらっしゃる三上さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。